タコ怪獣ダロン。ダロンは地球のタコをギマイラがその超能力で突然変異させて生み出した怪獣である。故にギマイラの命ずるままに行動し、また用心棒の役割も担っている。潮風島の近海に潜み、敵が近づくと全身から無数に伸びている触手で絡め取り、相手を窒息させてしまう。またこの触手から放電攻撃を行うこともできるのだ。人間怪獣ラブラス。ラブラスの正体はなんと UGM の伊藤チーフその人。潮風島に救った吸血怪獣ギマイラの開口戦を浴びて変貌を遂げてしまったのである。普段はおとなしいが、ギマイラの声を聞くと操られて破壊活動を始めようとする。ギマイラからの洗脳に苦しめられるが、正義の心でこれを打ち破り、エイティと共にギマイラに挑んだ。吸血怪獣ギマイラ。20年前に潮風島に飛来した宇宙怪獣で、催眠効果を持つ霧で島の人々を誘導して集め、鉱物の血液を吸っていたという恐怖の怪獣である。数々の武器を持つかなりの強者だが、自分からは戦わず他の生物を怪獣化させ、叫び声で思うように操って戦わせて、自分は見物を決め込むという非常に狡猾な一面を持っている。